こんにちは、安西です。今回は岐阜県と長野県にまたがる日本百名山御嶽山を登っていきたいと思います。はい、御嶽山はね、もう言わずと知れた有名な山かと思うんですけれども、今まではですね、遠くから眺めることはたくさんあってもですね、登ったことはなかったので、今回はその御嶽山に厳冬期の2月に登っていきたいと思います。御嶽山はですね、いくつかルートがあるんですけれども、冬はですね、濁り湖温泉という岐阜側のね、登山ルートを使うのが一般的ですので、今回はそこから登っていきたいと思います。はい、駐車場はですね、こんな感じで、もう登山口のすぐそばに、ありますね。ここまで除雪されてました。除雪といってもですね、道は雪が積もっています。ここまでの道もですね、雪が積もってたり、まあ、圧雪路といいますか、アイスバーンといいますか、そんな感じの道をですね、20キロ以上走ってきました。なかなか大変でした。はい、でトイレもですね、ここにあるんですけれども、冬は使えないです。はい、といった感じでですね、登っていきたいと思うんですけれども、もうね、ここが登山道始まってるんですけれども、もうね、すでに、雪がかなり積もってまして、先行者はね、スノーシュー履いていったようなので、僕もですね、和感を履きました。はい、ということでね、今7時30分ですけれども、頑張っていきたいと思います。はい、で今日目指すところなんですけれども、最高峰の剣ヶ峰には近づくことができませんので、マリシテンという山を目標に登っていきたいと思います。マリシテンは標高2959メートルで、登山口の標高が1700メートルぐらいなので、まあ標高差1200ぐらいですかね。コースタイムとしては上りで4時間、下り3時間半で往復7時間半なんですけれども、これはですね、まあ雪のない季節のコースタイムとなります。はい、はい、で今ですね、気温がマイナス15度で、なかなか顔が寒いですね。口がうまく回らないです。まあ今上りなので、体はね、だいぶ温まってきました。よいしょ、樹林帯をね、しんしんと進んでおります。序盤はですね、緩やかな道が続いて、でトレースもしっかりしているので、もうね、スノーシューハイキングみたいな感じで、とても気持ちがいいですね。ここは御嶽山の西側に当たるので、ちょっとね、まだ太陽の日差しは入ってこないですけれども、天気もですね、これじゃちょっとわかりづらいですけど、めちゃくちゃ良さそうです。青空が広がってます。ちっちゃな矢潮ですね。登山開始1時間ですね。ようやく日差しが入ってきました。やっぱね、太陽の光が入ると綺麗ですよね。おお、山陽が見えました。あ、何やら鐘がある。このね、鐘のある展望ポイントはですね、湯の花峠というそうです。こちらですね、標高2100メートルまで来ました。はい、まあ、ここまではですね、序盤はかなり緩やかな道が続いて、途中からね、斜度が上がってきました。はい、次はですね、避難小屋がもうすぐあるかなと思うので、そこまで、登っていきたいと思います。
はい、登山開始1時間40分ですね。のぞきは避難小屋に着きました。標高 2280m です。あれですね、ちょっと覗いてみましょう。まあ避難小屋って感じですね。どうだろう、4人ぐらいは寝れそうですかね。はい、結構狭いです。はい、で小屋の反対側はですね、展望が開けてます。ここが覗き岩なのかな。はい、いや、いいですね。あれかな、あそこにちょこんと見えるのがマリシテンですかね。わあ、結構まだまだ登りますね。いや、でもすごい天気。わあ、これが御嶽ブルーってやつですか。毎回行ってるような気がする。まあ、それだけ天気に恵まれてるっていうことですね。ありがたい。はい、次はですね、飛騨頂上という山荘があるところですかね。約100分です。はい、引き続き頑張っていきたいと思います。よし、もう少しで樹林帯抜けそうですね。山の稜線ですね、見えてきました。おお、樹林帯抜けました。すごい世界が広がってます。うわ、めっちゃ綺麗じゃん。すんご。おお、あれは白山ですね。真っ白、白山連峰、すごい綺麗。右の方は、あれは位置的に、まあ、北ですし、乗鞍でしょうかね。うわー、乗鞍も真っ白やな。すごい。はい、ということでね、今登山開始2時間半ですね。これからあれを登っていく感じですね。めちゃくちゃそびえ立ってます。はい、頑張っていこうと思います。今日は先行者一人なんですけれども、おそらくね、樹林帯を抜けてからトレースがかき消されてたっぽくて、足跡がね、あちらに今いるんですけれども、はい、この人の足跡しかない感じですね。はい、ちょっとね、頑張って追いついて手伝おうと思います。お疲れ様です。トレースありがとうございます。この辺もう死んだ。いや、厳しいですね。廃末地帯がズボズボで疲れますね。いや、ありがとうございます。これ大体 こんなんで大体合ってますよ。まあもうここは、はい、大体でいいと思います。まあ大体ですね。はい、もう特にルーザーないんで、直投しようかな思ったけど、直投まだいけるかなと思ったら意外とダメだった。そうですね、廃末が厳しいですね。しまったな。気温が低いから結構しまってていけるかなと思ったんですよ。そうですよね。甘かった。こんなやったら直走した方が良かったかもしれない。そうですね。あ、でも古いトレースもありますね。あ、そこありますね。はい、まあ、
まだ結構登りますね。わあ。いや、ちょっと先頭変わります。はい、頑張ります。はい。先頭変わりました。ハイマツ地帯がね、結構踏み雪多くて大変でした。よく見るとね、いつのかわかりませんが、古いトレースがあります。ハイマツじゃないところは、もうすごい閉まっててね、まあ、愛染でもいいかなと思うんですけど、もうちょっとね、様子見て、今は和感で進んでいきます。いやーすごいですね。迫力が段違いです。めちゃめちゃ大きく見えますこれ。はあ、すごいや。あれ山荘っぽいの見えますね。あれが飛騨頂上かな。何やこの岩、ゴリラの横顔みたいです。白山でも眺めてるんですかね。まあまあな斜面のトラバースになりますね。ちょっとピッケルに持ち替えましょうかね。はい、この斜面ですね。足も安全に履き替えました。慎重に行きたいと思います。おー、着いた。飛騨頂上。立派な山荘ですね。はい、登山開始3時間40分ですね。飛騨頂上着きました。やりました。はい。で、正面にそびえてるこれですね。マリ支店だと思われます。めちゃくちゃキュートですよ。これは、コースタイムとしては40分なんですけど、そんな簡単に登れるとは思えないですね。1時間はかかっちゃいそうな気がします。はい。それじゃあね、ちょっと休憩して登っていこうと思います。三の池って言うんですけれども、あれですかね、残雪期と言いますか、雪解けのね池が、あのドラゴンアイって呼ばれるやつですかね。あれもねすんごい綺麗なんですけれども、またね見に来てみたいですね。それじゃあね、マリして登っていきたいと思います。ここからねちょっとヘルメットもね着用していきます。
だとかなり厳しそうですけど、ここ斜めにね登っていくような道があるので、多分これを渡ってですね、また若干マシかな。すごい斜面が鱗みたい。お、なんかある。多分マリシテンノッコスってとこですね。すごいエビの尻尾どころじゃないですね。なんかかっこいい。どこだ、まだこの向こうってことですよね。ああ、そしてあっちの方、ここどうだろう、県外でどれだろうわかんないですけど、はい、もうちょっとですかね。あ、でもこっからあと20分ぐらいあった気がします。はい、頑張りましょう。また看板がありますね。展望台とマリシテン山頂上、左から巻いていく感じか。ちょっと展望台すぐそこなんで行ってみましょう。うわ、360度の景色や。いやー、すごいですね。あっちが剣ヶ峰方面、これがマリシテンですね。はい、今からこの道伝って行こうと思います。多分マリシテンよりもこの展望台の方が景色いいんじゃないですかね、もしかすると。はい、じゃあ向かいたいと思います。すんごい真っ白、思ったほどズボズボいかないですね。いやー、最高、絶景ですよ。これはいいですね。マリシテンまでの道がもうめちゃくちゃ気分がいいです。さて、どっちから行くの、右側から伝ってた方がいいのかな。目印があったので一瞬左側を歩いたんですけど、全然右側の尾根の上の方が安全ですね。うん、このままビャーっていけそうな感じです。まあでも、うわーすごい景色、もう北アルプス、乗鞍とか何が広がってんだろう、横にいろいろ見えてんでしょうね。で、白山ですし、うん、あっちはね、中央アルプス広がってんですよね。うわー、やばいな。
ちゃいいですね。いや楽しい、めっちゃいい稜線。12時30分登山開始、5時間かかっちゃいましたね。はい、マリステン山頂上2959m やりました。頂上です。わあ、達成感すごいですね。景色もめちゃくちゃいいです。さっきの展望台も良かったですけど、こっからの景色もかなりいいですよ。今歩いてきた稜線ですね。かっこいいですし、あちらは北アルプス、白山、剣ヶ峰方面、中央アルプス、奥の方、あ、中央アルプスの向こう側に南アルプスも少し見えてますね。で、八ヶ岳かな、あ、立科山も見えるから、そうですね。はい、浅間山なんかも見えたりしてます。すごはい、ということでマリシテン山からの景色でした。いや、めちゃくちゃ良かったですね、天候にも天気にも恵まれて、はい、本当にいい登山ができました。いや、もう本当離れるの帰るの名残惜しいですけどね。ちょっと一旦、平頂上の山荘のところまで戻りたいと思います。はい、山荘まで帰ってきました。はい、それじゃあですね、ちょっと山荘で休憩しまして下山していきたいと思います。はい、この山ともね、もうお別れとなりますね。帰りはですね、ちょっとこの稜線をですね伝っていって、
途中からですね、一気に直登、直登じゃないですね、直下りしていこうかなと思います。下山する前にですね、今日の素晴らしい御嶽山見せてくれたことにお礼をしていきましょう。はい、それではですね、この稜線を少し下っていこうと思います。どれぐらいだろう、このとんがりの向こう側ぐらいまでですかね。よし、そうそう、下っていきましょうかね。なかなか急です。ちょっと簡単ですが、滑落停止の練習をしてみようと思います。おお、止まりますね。はい、全然勢いがついてない状態ですけれども、今これ何度、25度ぐらいの斜度で、5メーターぐらいはずるずるっと来ますね。もうちょいやってみましょうか。いいですね。はい、止まりました。実際ね、ふとした瞬間に滑落してこれができるかどうかなんですよね。はい、こんな感じです。はい、元のトレースに合流しました。この辺、ハイマツ地帯なのでズボズボです。うわ、よいしょ。はい、そんな感じでね、もうあと少しで樹林帯ですので、もうね、この辺でババーっと降りていきたいと思います。はい、16時下山、お疲れさん。はい、はい、ということで無事下山しました。お疲れ様でした。はい、今回はですね、厳冬期の御嶽山を登ってきました。まあ、御嶽山といってもその中のマリシテン山ですけれども、はい、非常にね、良かったと思います。登りはね、まあ累積標高差1260だったかなぐらいになったんですけれども、なかなかね、登り応えはあったかなと思います。樹林帯もね、まあまあ長いですし、出てからもですね、踏み抜きがあったりキュートがあったりと、なかなか大変でした。ただまあ、樹林帯を抜けてからはですね、もう本当に景色素晴らしかったです。で、飛騨頂上からマリシテンへの登りもですね、トレースなかったりして結構大変だったんですけれども、でもね、マリシテンの腰からマリシテン山山頂までの稜線、あそこはですね、めちゃくちゃ楽しかったです。ちょっとね、危険な箇所も多かったんですけれども、まあそれを含めて、楽しめました。はい、でもう山頂からの景色は抜群でしたね。今までね、御嶽山は本当にいろんな山から御嶽山を眺めてきたんですけれども、それだけあってね、やっぱり、御嶽山から見る周りの山々もね、本当に名だたる名峰だらけだったかなと思います。はい、といった感じで、今回はですね、コンディションが良くて日帰りでマリシテンまでピストンすることができました。まあ、降雪直後とかね、ラッセルをもっと序盤から強いられるとね、なかなか大変な登山になるかなと思います。まあ、今回ですね、厳冬期の御嶽山無事ね、登頂することができまして良かったです。はい、またね、剣ヶ峰とか、規制がね、解けて登れるようになったらとか、まあ
そうでなくてもですね、雪が溶け始めの頃のあのドラゴンアイでしたっけ、あれはねぜひ見てみたいなと思うので、また御嶽山登りに行きたいと思います。皆さんもぜひ訪れてみてください。はい、ではですね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。